皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今ここにね、見ての通りフレ取り台がございます。まあなかなかね、ご自宅にフレ取り台を、準備している方、所有している方というのは少ないのかなと思うんですが、今回はね、このフレ取り台を使って、フレを取る方法っていうのを皆さんに分かりやすく説明していこうかなと。今回の場合は簡単なベーシックなホイール、カンパニオロの G3 で組まれているものとか、あとはまあニップルがホイールの中に入っているもの、こういったものはね、今回紹介しませんので、単純に皆さんの例えばシティサイクル、ママチャリとかのフレもこうやって取れますよっていう、まあそういった内容になってますので、ぜひね、最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。さて、早速フレ取りしていきましょう。まずですね、なぜフレが出るのかって話なんですけど、缶組のホイールとか、でしっかりね、組まれているものであっても、単純にニップルが緩んでですね、緩んでいくわけですよ。そのニップルっていう呼ばれるものは、この針金のようなスポークありますよね。この付け根についている、ネジですね、これがニップルと呼ばれる部品です。これを締め込むことによってスポークにテンションを与え、ホイールがしっかりとバランスよく組み込まれるという仕組みなんですけど、これは普通に走ってるとニップル緩んできます。なので、ニップルが緩むと自然とフレが出ると、こういう仕組みです。落車とかね、した場合はまた別の話になるんですが、単純に普通に走っててフレたっていう場合はニップルが緩んでるんだろうなっていうふうにお考えいただいて構わないです。そしたらですね、このニップルを締め込む工具が必要になってきますね。パークスールからはいろんな色のですね、ニップル回し出ておりますね。好きな色で選んでくださいっていうわけにはいかないんですが、パークスールはですね、スポークのサイズに合わせて、合わせてというかサイズ違いで色分けされていると。要は、同じサイズの、同じサイズというか同じニップルの形、ニップル、の工具の形をしてて、で色も全部一緒だったらこれどのサイズだろうって分かりづらいじゃないですか。それをですね、色分けしてることによってすごく分かりやすくなってる。さすがパークツールです。はい。単純にですね、皆さんがお持ちのホイールのニップルのですね、サイズを把握した上でですね、ニップル回しを購入してほしいです。僕が使ってるのはこういうね、単体のものがなんですが、3つのサイズが一緒になってるハイブリッドタイプもありますので、そちらもね、もし気になる方は、購入されてみてもいいのかなというふうに思います。それとですね、肝心のフレ取り台、フレ取り台は僕が使っているのは TS2.2 と呼ばれるもので、メーターとかもついている、まあ、すごくね、なんつったらいいんですかね、男のロマン、男の心をくすぐるような、女性の心もくすぐる場合もあると思うんですが、そういった素敵なかっこいい工具です。これを使っているわけなんですが、全然皆さん安い工具でも十分、フレ取り台でも十分取れますので、その辺はね、気にせずに高いのを使わないとフレが取れないんじゃないかって思う必要は全くないので、ご安心ください。それでは早速ですが、フレ取っていきたいんですけど、このですね、フレ取り台の真ん中についてる、こうなんていうんですか、カニの足みたいな部分あると思うんですけど、このカニの足はですね、ネジを締め込んでいくと均等に締まっていきます。で、締まっていくとですね、徐々に触れてる場所が特定されてきます。なぜならホイールがですね、この締めていった足の部分に当たってくるからですね。で、当たった部分を単純に、締めるんですけど、当たった部分の当たった側の反対側から生えてるスポークを締める。これだけ忘れないでほしいですね。で、締める際、ニップルというのは、時計回りに締めると緩みます。反時計回りに締めると、締めると反時計回りに回すと締まります。これ覚えてください。時計回りに回すと緩みます。反時計回りに回すと締まります。はい、覚えましたか。僕もですね、たまにこう混乱してですね、緩めて締めてるつもりがもうガンガン緩めてたっていう時があって、もうホイールがなんかもうこんなになっちゃって、もうパーティーピーポーみたいになっちゃったことがあるんですけど、そうならないように時計回りに回すと緩む、反時計回りに回すと締まる、これだけね、覚えておいてください。先ほど言った通り、話に戻りますが、触れてる側ね、
あの足に当たった部分と反対側から生えているスポークを締める、まあ、大体3本刻みですね、大体そうですね、触れてるところから回していきますよ。結構触れてるんですけど、この場合だと、触れてる場所がですね、当たってる場所が、当たってる場所と反対側から生えてるスポークの部分が、当たってますので、これをですね単純に、締めてあげる、これだけですね。で、締める際の注意点なんですけど、あの徐々に締めてください。どれぐらいって言ったら難しいんですけど、本当にちょっと、どれぐらいだろう、2ミリとかじゃないの、5ミリぐらいいっちゃってもいいかな。5ミリぐらい、5ミリダメだな。3ミリぐらいの感じで締め込んでいくといいのかなというふうに思いますね。でね、当たってる場所を特定して、目が悪い人は老眼気をつけてね、やってくださいね。はい、全然バカにしてないですからね、怒んないでください。片目をつぶってね、見るとより正確に見えますので、はい、っていう形でやるのが横ブレを取る方法ですね。だいたい触れてる方と反対側のスポークを2本締めて、触れてる側のスポークを1本だけちょっと緩める、このやり方でやるとですね、要は触れてる側に、寄ってると、なので寄ってる側と反対側のスポークを締めると元に戻ります。で、それでも戻りづらいなっていう場合は、戻りづらいなっていうよりも、単純にこう縦ブレが出ないようにするために、反対側から生えてる、触れてる側と反対側から生えてるスポークを2本締めて、触れてる側のスポークを緩める、ちょっとだけ緩める、これをやると結構ね、一瞬で戻ります、はい、このやり方ですね。2本締めて1本緩める、もしくは1本締めて2本緩める、それはですね、この足の部分に当たった場所のスポークがどちらから生えてるか、これがですね、分かれば、分かる、やりやすいと思います、こういった形でね、横の触れは取っていきます、縦振りに関しては今度は今、2本締めて1本緩める、もしくは1本締めて2本緩めるっていう感じで言ったと思うんですけど、縦振りの場合はですね、全て触れてる場所を特定したらですね、その出っ張ってる部分のスポークの場所、中心から、手前1本と外側1本含める3本、まあ2本から3本でいいんですけど、これを全部締める、締めることによって中に、戻るという仕組みです、まあ、これぐらいね、簡単なことなんですが、いかんせんこう落車した場合のホイールというのはまたねちょっと変わってくるので、これはですね、また落車した場合のホイールはどうやって直すのか、これはですね別の動画でやってみようかなというふうに思います、基本的にですね、この足にどっちが、ね、当たってるかで、決まるんですけど、当たってるところの場所のスポークがどちらかから生えてることだけ確認して、もし触れてる側のスポーク、当たってる側の方のからスポークが伸びてる場合、これですね、場所がね、その場合は緩めてあげる、これが違いますね、そこが難しいんですよ。当たってる、これをくるっと回します。回した時にスッスッって言って、この止まった場所がルーレットみたいな感じなんですけど、触れてる、まあ、当たってる側と反対側からスポークが生えてる場合はそこを締める。で、当たった場所がですね、当たった側から生えてる場合は緩める。これですね。はい、これです。これをちょっと、頭に入れてやってみてください。で、一箇所だけね、締め込みすぎてしまうと、そこだけなんか縦ブレが起きてしまったりとかってこともあるので、それだけね、注意してやってもらえればいいかなというふうに思います。はい、ということでね、今回は触れ取りのやり方ということで紹介してきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、簡単なベーシックなホイールで、説明させていただきましたが、まあ、近々になるかどうか分かりませんが、もっと、
テクニカルな触れ取り方法もですね、今後紹介していきたいと思ってますので、何かね、わからないこと等あれば、ぜひコメント欄で残していただければと思います。それでは皆さん、最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。